ミさん、事件です事件というかね今回はリラクゼーション業界、うん、こういったマーケットに対してちょっとねお話をしていこうかなと思いますとはいってもまだねまとまりきれてないところがありますので、うん、私もねこれどうしようかなと今回のねお金の勉強の中に入れようかなどうかなと思っていたところであるんですよというのがねこのリラクゼーション業界についてその市場規模の推移をね お話しする時にどうしてもね視覚障害者の悲惨な現状をお話ししなくてはいけないんでそれがね何とも言えないところがあるんですよね。であとねやっぱこう視覚に守られた業界だったんですけどももともとはあの民間資格が出てくることによって一般顧客からは見分けがつかないっていうところもあるんですよね。まあそそういういとところとその 線引きですよねどこまでがリラクゼーション業界というふうに切っていけばいいのか。もちろん、その総務省のデータをもとにお話しすると話はわかりやすいんですけども、多分、ナミさんのように実際に従事している方の意識している業界の大きさと多分ね、違うんじゃないかなって気がして、うん、まあ私なりの解釈ということになりますけどもね、そういった点でまとめるのが難しかったということなんですよ。えー、ですんでね、視覚障害者の 食をどのように考えていけばいいのかっていうことと、あとはそもそも業界をどこで切ったらいいのかってことなんですよ。その上でね、あのー、リラクゼーション業界の方の低賃金ぶりっていうのは確かに叫ばれてはいるんですけども、えっ、ー、と、これについてもね、ちょっと本編でね、今度動画作ってお話し,します。これはね、2、3日後になると思いますけども、それをやらせていただきます。でも多く語られるのは、 結局リラクゼーション業界ってのはあの指名が入るかどうかが全てであってあのーまあ、なんですかね整体師さんのね、うん、そういったマッサージなりリラクゼーションを提供するその施術師さんのですね施術師さんと言えばいいのかな、まあ、ラミさんのような立場の方の,あの営業力とか人間力なんですよねこれね。 2時間2時間2時間で6時間がぴっしり埋まっていてですね出勤した瞬間にお客さんが来て帰ったらまた次が来るみたいな感じで組めていってそれこそ体がいくつあっても足りないような状態でがっぽりがっぽり稼げちゃうんですけどもその営業力の少ない方とかねうんそれから予約も取れずにただ出勤している方フリーの方を待つだけって方は確かにきついのかもしれないですねえっとここに関しましては私が実際に勤務した 経験は全くありませんのですので私なりの解釈でお話しするともしかしたらね、あのー、今現実にお勤めになってる方はそれは違うぜみたいな感じで <laughs> あの不快感を覚える部分はあるかなと思いますけども今回ナミさんからリクエストいただきましたんでね私なりの解釈とそれからね、うん、これからどういうふうにしていくべきなんだろうかっていうことを 一緒に考えてていいければいいかなと思っておりま,す、えー、まあ多くはその国家資格でやってるのか民間資格っていうのでやってるのかでもそのお客さんから見るとどっちも同じように見えるっていうところですよねだから業界参入がすごく上手だったのはあの民間資格を作り上げてその民間資格でもって店舗を広げていったっていうところなんですよこれがね非常にね 民間資格なのか国家資格なのかってことを線引きがすごく分かりにくい難しい私もよく分からなかったというね <laughs> あの介護をしてるとあのリフレクソロジーとかホメオ,オスパシーなんかそういった形のところにあの外出支援でね同行してお送りすることもあったんですよで施術が終わるまであの40分ほどこうやってねただ待機するみたいな感じで、まあ、待機時間も あの介護士としてはね給料になるんでいいんですけどもでまたあの送りに行くみたいな送迎プラス待機みたいなんでね2時間ほど頂い,いてそこに時給が発生していたっていうこともあるんですけどもまあ,あのそこもねあのなんですかね保険が効くよとかもしくは保険が効かないよっていうところでもう分かれますし資格の名前は書いてあるんですけどもそれが民間資格なのか国家資格のなのか分からないのと。 そもそもそういうね、意識で見てなかったんで、ああ、これ資格がいるんだぐらいのものだったんですよね。でも実際には、何の資格も持ってない方も、でき、まあ、あまり人は来ないと思いますけどね、できたりするのと、民間資格でも、それが、あ資格の人だから安心ねって感じでお客さんが寄ってくるのと、うちは国家資格ですよって言っても、でもよその国家資格なんでしょっていうふうなところがあったり、分かりにくいところがあるのかなと思いますよね。まあ、その上でいろいろと申し上げましたけど、まとめて言うと、 指名が取れるようなね、あの、施術を施しながらも、お客さんとのコミュニケーションとか取れる方とか、もしくは、必要に応じて取らない方、この呼吸が上手な方ね、そういった方はずっと仕事があるんですけども、でも多くの方はそんなに営業力強くないんで、だんだん仕事がなくなっていくっていうかね、うん、ちょっと苦しい立場にいる,のいるのかなと思います。で、経営者サイトとしては、営業力の高い人をいてもらうためにね、やっぱお客さんからいただいたお金の、 本当に9割ぐらいを渡して1割ぐらいをまああの場所代としていただくみたいな感じにしてその,その方がね施術をものすごく上手で営業力もある人が自分の組織から離れないように独立しないようにする仕掛けも出てきたんでますますね売れっ子は引っ張りだこだしちょっとねなんかこう接客が上手じゃない方は低賃金でやるみたいな二極化が起きてるのかなと思いますね。そうういいいったここととも併せててお話し,していこうかなと思います もうちょっとお待ちください。えー、と、あとね、ナミさんなりのお考えもありましたら、私のね、レポートに合わせて修正をいただければ、またね、追加で、この業界に関しては、まあの、私も勉強になりますんでね、どん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 更新して動画を上げていこうかと思いますので、ご協力くださいませ。うん、まあでもね、経営者でない限り、もしくは、独立して一人親方でもやらない限り、ナミさんのような形を取らない限りね、雇われでいくと、 まあ15万ぐらいの給料18万持って帰れたら上等みたいな形にはなってるんじゃないかなと思いますけどもねはいじゃあ改めてその話は後日させていただきますありがとうございました。